皆さんこんにちは、田川和樹です。ちょっと動画の更新の方がしばらくできておりませんでしたが、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。今日は久しぶりの高尾塾の動画ということで、今日の課題曲は結構リクエストいただいてたんですけれども、荒井由実さんの優しさに包まれたなら、これは魔女の宅急便で使われた曲なんですけれどもね、この曲をやっていきたいと思います。もう今日はね、特に無駄話をせずに、早速解説の方に行きたいと思うんですけれども、原曲はギターの弦をすべて半音下げてこの楽譜の通り弾くと同じキーになります。今回は、原曲より半音高いキーで演奏することになっております。じゃあ早速、解説の方行きたいと思います。まずイントロなんですけれども、イントロはね、あの原曲はもうちょっと軽快な感じなんですけれども、今回まあイントロもというか全体含めてちょっとバラード調にしっとりと弾きやすくアレンジしております。まずイントロのリズムなんですけれども、ここは1,2,3,4ダン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 、まあこのリズム、普天のリズムといって、最初考えちゃうと結構弾きづらいと思うんですけれども、まあとにかく歌えるようになって、それをギターで演奏する、まあそれが一番近道かなと思います。まずこのリズムを歌えるように頑張ってみてください。で、運指に関しては薬指と小指で G、 本当は5弦の2フレット中指で押さえるんですけれども、まあこの時は別に弾かないのでいりません。はい。そして次が Am7、 これを2回繰り返します。はい、こんな感じですね。では、次が A メロになるんですけれども、 A メロは G の、押さえ方イントロと同じですね。薬指で6弦の3フレットを押さえて、小指で1弦の3フレット、はい、この次の1弦の2フレットは中指で押さえてください。そして2弦の3フレットはまた小指、そして解放で、次が A メジャーのコードになります。 A メジャーのコード、僕はこうやって人差し指の第一関節を使ってですね、まあ部分制覇と言われる押さえ方をやってるんですけれども、これが結構ね、人によってはきついなと感じる場合もあります。その場合はまあ普通に人差し指中指薬指で押さえていただいても全然問題ありません。これはどちらでも大丈夫です。そして次が F シャープマイナーというコード、これ本来はバレエコードで弾くんですけれども、まあバレエコードじゃなくて大丈夫です。6弦の2フレット人差し指、そして3弦の2フレット中指、これで大丈夫。そして次が2弦の解放となります。そして次の Bm7、 これも本当はバレエコードなんですけれども、これもバレエコードで押さえなくて大丈夫です。人差し指をそのまま5弦の2フレットに持っていく、そして薬指で2弦の3フレット、こんな風になります。で、ここからがちょっとちょこまかと動くので難しいんですけれども、薬指、中指、小指、中指、こんな感じです。はい。この時ちょっと手首を突き出すイメージで弾くと押さえやすいですね。そして次の Em7、 これはもう何も押さえなくていいです。離す感じですね、左手は。そしてこの間に中指で、5弦の2フレットを押さえられたらそれで OK です。そして次が C のコード。ただし、2弦の1フレットこの時必要ないので、薬指と中指で5弦の3フレット、そして4弦の2フレットを押さえておけば OK です。ここまでは解放ですね。そして次の2弦の3フレットは小指。こうなります。そして解放。次の3弦の2フレットは人差し指。で、次の解放に移るときにプリングオフです。こんな感じ。プリングは決して力まないように弾いてください。まあ、離すと同時に軽くちょっと弦に引っ掛けるような感じ。まあ、蚊に刺されたときにポリッと書く感じ。それぐらいで大丈夫です。これでプリングが綺麗になります。そして次が Am なんですけれども、この時も2弦の1フレット。本来だったら押さえなきゃいけないんですけれども、どすけどもいらない。この場合は、あれですこの時まだ必要ないので押さえなくて大丈夫です。そして次が
D のコード、こうなります。そして1弦の開放を弾くことになるので、この時中指で本来押さえるべき1弦の2フレットっていうのは押さえなくていいです。その代わり次の1弦の3フレットは小指で押さえる。そしてまた離す、また D、 これで OK。 はい、そしたら次は13小節目なんですけれども、これも A メロの最初と同じです。もう特には解説しません。この時は制覇じゃなくても OK。 離す、フリング、そしてここからが前半と違うところです。Bm7th、 これはさっきと同じ押さえ方なんですけれども、次の B7th はこれ、この時は2弦の3フレット薬指で押さえてるんですけれども、小指で4フレットに移動します。そうするとこれ B7th のコードになります。さてここから、まあ、B メロというかサビなのかな、どこからがどうなるのかちょっとよくわかんないんですけれども、次のフレーズは Em というコードです。 Em はもう大体同じなんですけど、左手これ離しちゃって OK です。でこの隙に中指で1弦の3フレットにアクセスしておくと。でこのまま中指、人差し指、中指、人差し指、そして次の2弦の3フレットはそのまま中指離す。で次の C はこれ本来の C の押さえ方とは違うんですけれども、中指で5弦の3フレット、そして薬指で2弦の3フレット、こんな感じになります。でまた同じ、はい、こんな感じですね。はい、で次がまあいよいよ曲名の通りのフレーズですね。優しさに、ここのリズムは本当は優しさになんですけれども、まあ今回弾きやすくするために優しさにっていう風になってます。まあこれはあの楽譜の通りに弾くか、あの原曲の通りに弾くかは好みの感じで OK です。まあ運指は変わらないです、リズムが違うだけなんでね。この時も5弦の3フレット中指で押さえたまま、人差し指、薬指、人差し指、開放、そして次の Am7th はこの中指離せば OK です。人差し指、中指、小指、中指、人差し指、離す、そして Bm7th、 いつもの押さえ方、離す、押さえる、次 Em また離します。そして次の Em on D というコード、これ楽譜を見るとそのまま4弦の開放を弾けばいいだけなんですけど、ここでチェックポイントがあります。この6弦の開放を止めてほしいんですね。その止める方法っていうのは左手で軽く6弦に触れる。これね、触れないと濁っちゃうんですね、和音がね。なのでここはしっかり4弦の開放を弾くと同時に軽く触れて音を止める。はい、そして次、ここがねこの曲で右手一番難しいポイントです。というのも16分音符といって速い音符になります。まあこの3つの音ですね。ここは本来中指で弾いた方がいいんですけど、オルタネートピッキングといって人差し指中指を交互に使うピッキング、これをね使うと非常に弾きやすいです。僕の場合は中指、人差し指、中指で弾いてます。そして中指に戻る、こんな感じ、中指、人差し指、中指、中指って感じ、ゆっくり弾きますね。要するに2個目の音だけ人差し指で弾くわけです。こんな感じ、ここちょっと練習してみてください。でそのまま薬指で押さえてた5弦の3フレットを今度中指で2フレットに下がる。そのままさらに離して解放、ここベース音がこんな風に綺麗に下がっていく、これをしっかり意識してください。こんな感じですね。で Am7th、 これも最初離しちゃって OK です。そして次がちょっと今度は左手が難しい、というのもまあ
技術的に難しいというよりかは移動が大きな移動になってくるので、目標地点をしっかりとこの開放で話してる間に目視で確認しておく。これが大事です。ギリギリになっていきなり見て、ああやばいやばいやばい、5フレット7フレットってなるとパニックになっちゃうので、この話してる間にしっかり5フレットと7フレットを見据えておく。これが大事です。で、3弦の5フレットは人差し指で押さえてください。そして小指、人差し指、人差し指、小指、次の31小節目の Am on D はこのベース音は開放なのでそのままで OK です。そして離す、人差し指、小指、小指、人差し指ってな感じですね。でまたこれはリピートマークというマークがついているので、ここを弾き終わったらまた1小節目に戻ります。これリピートマークに関しても質問いただいてたんですけれども、楽譜見るとリピートマークって結構出てくるので、もう僕の動画で、きっちりマスターしていただけるといいかなと思います。まず最初のこのリピートマークは、32小節目の終わりのリピートマーク、小節の最後二重線になってちょんちょんがついてますね。左側にちょんちょんがついてます。これはどういうことかというと、左右対称の二重線ちょんちょん、要はちょんちょんが右側についてるところが必ずどこかにあります。この曲の場合は頭なんですね。なのでこの32小節目を弾き終わったら、まず最初は1小節目に戻るというような感じになります。で、じゃあこれリピートついてたら永遠に戻っちゃうんじゃないのって思われるかもしれないんですけれども、実は31小節目、ここ1カッコというのがついてるんですね。上になんかこんなカッコみたいな感じになってますよね。そして数字が1と書いてあります。これどういうことかというと、1回目はこっちに入ってくださいねってことなんです。なので、30小節目から弾くと、ここで 1カッコに入る。そしてリピートっていうような感じになります。ただしこれ1カッコという名前の通り、1回目だけこっちに入ります。で、次はどこに行くかというと、これ33小節目にあるカッコの中身が2と書いてあるところがあります。これ2カッコと言うんですけれども、2回目はこっちに飛ぶということです。なのでそのまま行くと30小節目から弾きます。2カッコ、こうなりますね。はい。まあ、ここの弾き方は、最初の、サビと同じ小指小指になります。そして次が D になります。もう離しちゃって OK です。人差し指薬指で、3弦の2フレット2弦の3フレットを押さえた後、またこれは人差し指と小指で5弦の2フレット、そして2弦の4フレットを押さえます。これが B7 というコードになります。はい。で、何やら楽譜が途中で切れちゃってますけれども、これはどういうことかと言いますと、上にダルセーニョと書いてます。これセーニョと読みます。ダルセーニョっていうのは何かというと、セーニョマークに戻ってくださいねということなんですね。これがじゃあどこにあるのかというと、21小節目、このなんか S に斜線ちょんちょんって書いてあるやつ、これがセーニョマークというやつです。なのでこれセーニョマークに戻ります。こんな感じになりますね。はい。まあここからはさっきも弾いたところなので同じです。でそのまんまずっと弾いていくと、じゃあ今度どこに行けばいいのかってなるんですけれども、今度はですね、30小節目を見ていただけるとわかるんですけれども、ダコーダと書いてます。まあこれ楽によってはトゥーコーダって書いてあることもありますけれども、ダコーダ、これは何を意味してるかというと、今度はコーダマークに飛んでくださいねという意味なんですね。じゃあそのコーダマークはどこにあるのかというと、今度は36小節目、ちょっと途切れた楽譜の先にあります。このターゲットのマークみたいな、まあ丸に十字のマーク、これがコーダマークというマークです。ここに飛ぶわけです。コーダ、こうなるわけですね。で、コーダの Am は今まで、この
1弦の5が出た時にベース音4弦の開放を弾いてたんですけれども、今度は5弦の開放になります。これ注意してください。そして次の7535、ここで初めてベースが4弦の開放になります。ここの7535の運指は小指小指人差し指小指、こんな感じです。そしてそのまま、37小節目に入ります。でまたこれもねよく質問いただくんですけれども、このカッコはどういうことですかと、カッコは何を意味してるんですかという質問をよくいただくんですけれども、これは前の小節の語をそのまま弾き直さずに音を保ってくださいねということです。そのままこの36小節目の最後に弾いたこの1弦の5フレット弾き直すことなく、この37に入った後も続けておいてくださいねということですね。なのでこうなるわけです。そして1弦の3フレット、これは中指で押さえる、運指的には人差し指と中指を使います。でそのままこれイントロと一緒ですね。そして最後の G は、まあ、こうやってストロークで弾いていただけるといい感じで終わります。このリピートマーク、今回初めて説明させていただいたんですけれども、結構ねややこしいんですね。でリピートマークには順番があります。でどういう順番かというと、まずはこの小節の区切りの二重線ちょんちょん、これがまあまず、最初に使われます。まあそれに伴ってだいたい1カッコ2カッコというような、まあ分岐点があります。で1カッコ入ってリピートで戻る、そういったやり方が結構多いですね。でこのカッコには1カッコ2カッコ3カッコとか、まあ多い曲だと4カッコとかあったりするんですけれども、まずこのカッコ系、これを徐々に消化していきます。でこれが、うまいこと終わっていくと、今度はこの曲には出てこないんですけれども、ダカーポとかね、ダカーポとかそういうのが出てきます。はい、まあダカーポとかダルセーニョ、どちらかが、出てくることが多いかなと思います。まあそのまま曲を終わることもあるんですけれども、で次がこの聖女系ですね。聖女が出てきたら聖女に戻ると。で最後がコーダです。最後に、使うのがコーダ。コーダっていうのはだいたい曲の途中からコーダに飛びますよっていうことなので、いきなりコーダに飛んじゃうと、その曲終わっちゃいますからね、コーダを最後に使います。コーダにもねこれダブルコーダとか言って、まあコーダマーク2つついてあって、でダブルコーダに飛んでくださいねとかっていう、そういう複雑な楽譜もあるんですけれども、ちょっとリピートマークはね慣れです。これは本当に慣れなんですけれども、まあ多くの楽譜で使われてるので、ぜひぜひね、リピートマークも、まあ、徐々に、身につけていただけるといいかなと思います。まあ覚えなくても今回の解説動画に関しては弾けると思いますので、覚えてみたい方はぜひぜひ、まあ調べてみていただくとねいっぱい出てきますのでね、覚えてみてください。というわけでいかがだったでしょうか。今日久しぶりの高尾塾の動画だったんですけれども、今日は優しさに包まれたならという曲を題材にお届けしました。まあいつも通りね、わからないことがあったらいつでもコメント等でね、お尋ねいただけたらと思います。あとは、まあ、演奏動画とか、あとは、生配信もやっておりますので、ぜひそちらの方もねご覧いただけたらと思います。というわけで皆さん、引き続きねギターの方を楽しんでいきましょう。ありがとうございました。高尾和樹でした。また次の動画でお会いしましょう。